多趣味な花熊の紙博 in 京都での購入品紹介がしたい。こんにちは、花熊です。紙博 in 京都2023に参加してきました。全21点購入しております。紙博 in 京都は宮古メッセっていうところで、第3展示場ですね。こちらで4月の22日、23日、土日2日間開催されていました。入場口でマップを渡されます。リストバンドもつけていざ入場です。10時スタートだったのでぴったりの時間帯に行ったんですけれども、その時点ですでにたくさんのお客さんがいらっしゃいました。びっくりしました。いっぱいです。では今から早速購入品紹介していこうと思います。中越パルプ工業株式会社さんの竹紙です。竹で 100% 作られたノートです。この箔が可愛いんですよね。柄もパンダ柄で本当に可愛い。後ろのこのパンダのお尻が見えるところがキュートで、ここにとっても惹かれました。可愛いんです。中を開けてみるとドット柄になってます。これがまたインクが馴染みやすそうで、万年筆で書いても引っかかりもなくスラスラ書けます。あまり裏写りもなかったかな。そしてこちらが、これも竹紙でできてます。この筒の部分も、ピントが合わない、筒の部分もそうなんですけど、中の入ってるメモ用紙も全部竹の紙 100% でできてます。これってすごいですよね。お話を聞いてみると、やっぱり竹は中が筒状なので、普通に紙を作るよりかは運送のコストがかかるみたいです。そりゃそうですよねって思いながらお勉強させてもらいました。青い青デザインさんのコーヒーフィルター風メッセージカード紹介します。デザインと紙物文具活版印刷が合わさると、とっても面白いメッセージカードや文具ができるんだなって今回感心しました。とっても面白かったブースです。このコーヒーフィルター風メッセージカード、本当にフィルターのようなデザインの入れ物に、これですね、裏側がコーヒー豆たくさん使っているようなメッセージカードになっております。こちらはコーヒー好きの友人に、そのコーヒーのお裾分けをするときに使わせていただこうかなと思って購入しました。他にもおにぎりの形とか、ちょっと懐かしい図書の貸し出しカード風のメモとかかなもありまして、本当に見ていて飽きない楽しいブースでした。和紙田大学さんの万紙音の世界、こちら和紙ですね。一つ面白い企画をしているなと思ったのでご紹介します。仮パックっていうものをしているみたいですね。仮パックはしたことがないのですけれども、もし心当たりのある方はこれを機にこの仮パック使って返してみてはいかがでしょう。品物を包んでくださっていた袋も和紙でできていまして、かなり丈夫でした。和紙って袋として使えるんだなっていう新たな知見ですね。触りがこっちが良かったです。そして今回購入したのが、いくつか種類がありまして、一番触り心地が気に入ったこの和紙を選びました。何種類か入っておりまして、裏は厚紙ですね。この上の部分が糊でくっついていて、パラパラーっと切り離して使えるものです。ただ切り離して使えると言っても、これは紙を楽しむものなのかなと思います。ただやっぱりこれだけ数があるので、ガラスペンと万年筆とボールペン等々で試し書きしてみたいなと思いながら見ていました。本当に紙質、同じ和紙ではあるのですが、紙質の違うものが入っていることによって、より楽しさが増しますね。これも一つを勉強になったなと思いながら、じっくり見させていただこうと思います。ありがとうございました。吉田印刷所ソカナのミニ原稿用紙です。こちらグランシンペーパーですね。出てきてます。この飾りがとっても可愛くて、色も4種類ありました。とっても可愛いです。
これですね、私朝活をしたくて原稿用紙を探しておりました。朝活書写っていうものがあるんですけども、それをするためのなんか可愛い原稿用紙欲しいなと思ってたら見つけたので、すぐに手が伸びてしまいました。この花柄のものもめっちゃ可愛くてですね、買ったんですけれども、もう一つミニ原稿用紙、スタンダードな原稿用紙なんですけれども、これは色が5種類あります。これもグランシンペーパーですね。あの裏側が透けるような本当に薄い素材でできています。どの筆記具を使って書こうかなってワクワクしますよね。でちょうど140字なので、あのツイッターの文字数制限と同じですね。通常の場合の文字数制限と同じですよね。そこも、あの、日頃ツイッターを使っている私としては、あ、ちょっといいなと惹かれるものがありました。ぜひ使っていこうと思います。グリーンフラッシュさんのリングノートミモザです。この可愛いスクエア型のノートなんですけれども、すごくこれからの季節にぴったりだなと思って購入しました。140ページもあるということで、早速中開けて確認していきます。パッと見た時にすごく目を引かれたのがこの表紙で、これからの季節にぴったりっていうのもあるんですけども、このミモザが何とも言えない可愛らしい配列で並んでいるのを見てグッときました。中は方眼になってますね。このリングの部分はちょっと硬いめの素材でできてます。他の紙もツルツルです。とても書き心地が良さそうですね。ボールペンで書くのが良さそうなリングノートだなって思いました。これはお仕事の場面でもプライベートでも、その使う場所を選ばずに使える可愛いノートだなと思ってます。さあ、どの場面で使おうか今からワクワクします。これも見ていて気分の上がるノートですね。ゲットできてよかったです。ケイブン社員さんのメモパッド、メモ付箋を購入しました。記憶に残る印刷物とあるように、本当に見た目可愛くてですね、あ、これは記憶に残るなと、名前の通りだなと思って、購入させていただきました。まず一つ目なんですけれども、ブック型の付箋です。本当に可愛い。たくさん種類があってどれを買おうか迷ったんですが、このブック型の表紙、裏表紙しっかりしていて落ち着いた色合いが気に入って、このスズランの柄にしました。全部で4種類ついてます。他にもバラとか猫ちゃんとかいろんな柄があったので、好みのものきっと見つかると思います。続きましてはメモを買いました。こちら新作になります。こちらの活版マッチ箱ということで、メモが50枚入っているとありました。サンプルとして飾られていたので中も確認はしているんですけれども、こんな感じで入ってます。この下のクジラの柄がですね、とっても可愛いんですよ。いいですね、50枚っていう大容量で、しかもこうやって箱に入ってあることによってバラバラにならないですし、またこの箱が可愛いんですよ。おしゃれですよね。インテリアにもなります。ちなみにもう一つ買いまして、猫好きな私としてはこの猫ちゃん外せないと思いました。本当にこの猫ちゃんもデザインが可愛い。こちらも中を開けて確認していきます。猫ちゃんと月の組み合わせは本当に可愛いですよね。魅力的です。では続きまして、こちらですね、2way メモとあります。これは紙箔限定の商品でした。本当に可愛くてですね、限定なのもったいないと思いつつ、限定って言われるとちょっと特別感感じてしまって手が伸びました。本当に可愛いんですよ。見てください。うさちゃん可愛い。で、この 2way なんですけど、メモパッドとしても使えます。で、パラパラめくって、まあ、好きなところで切り離せるものなんですけれども、よく見ると、その真ん中の部分にミシン目が入っています。これを切り離して使えます。なので、まあ、使う場面に応じて、切り離したり、切り離さなかったりしながら使い分けができるものですね。使ってみるのとっても楽しみです。本当に可愛いものに溢れてました。神戸派計画さんのノートを購入しました。
まず一冊目、万年筆ぬらぬら派ということで、万年筆で書く方におすすめのノートということで紹介していただきました。帯にこんな風に書かれています。で、表紙は白っぽいクリームっぽい色のものを今回選びました。横は糸閉じになっていますね。あとこの風合いがとても絶妙でいいんですよ。中開けてみると横系を私は選びました。他にもドットと無地があったかなと思います。この幅もちょうどいい感じで、万年筆で書くと裏写りしにくい素材となっているようです。紙質は適度にツルツル感があって、万年筆で書いても引っかかりなく書けそうだなと感じました。この表紙の落ち着いた雰囲気もいいですよね。続いては白という名前のノートを購入しました。このノートですね、裏表紙に書いてあるんですけども、白い罫線のノートということで、表紙も白ければ中も白く罫線も白いノートです。この画像を見て伝わりますでしょうか。罫線が本当に光の加減によっては見えないぐらい白で書かれてます。こちら書くときは白い罫線でガイドになってくれるんですけども、パッと見たときに文字が浮かび上がって見える文字だけを目で捉えることができるっていう風に工夫がされたノートです。本当に紙質も良くてですね、これも使うのが本当に楽しみなノートです。2冊で500円という超破格お得な、セット売り、2冊同時売りをされていたので、あ、じゃあ2冊でということで2冊で購入しました。使うの楽しみです。そしてノベルティもいただきました。神戸屋計画さんはツイッターもしくはインスタのフォローで該当のツイートを、提示することによってノベルティをいただけます。私は、A6 サイズのちょっと厚めの紙ですね、この方眼の紙をいただきました。ノベルティって言ってもかなりしっかりしたメモに使える紙をいただけて本当に嬉しいです。結構厚みがあるの分かりますか？本当ありがとうございます。マトカさんのメモパッド3種とノベルティを購入してきました。このメモパッドなんですが、スクエア型でしかも100枚入りという大容量です。いろんな種類がありました。お花モチーフが多かったかなと思います。あと動物モチーフもありました。やっぱり平積みで綺麗なお花模様がこうたくさん置かれている風景っていうのはすごく映えるなって思いました。めっちゃ可愛いんですよ、このお花の柄が。そう、ちょっと折り紙っぽさがありますね。紙も光沢感があって、メモをする側、白い方はちょっと柄が透けて見える形になっています。これがまたおしゃれ感を出すんですよね。とても触り心地のいい紙です。色鮮やかなもの以外にも、ちょっとノスタルジックというかセピア感のあるお花模様のメモパッドもあったので購入してみました。この落ち着いた雰囲気がまたいいですよね。最後に見てください、このカワウソ、とっても可愛い。この顔に一目惚れして買ったと言っても過言ではありません。中も見てください、この柄可愛い。このお顔が何とも言えないですよね。可愛いんですよ。この色味も、このミント系の色味がとっても可愛いんです。落ち着きもありつつ、チャーミングな感じもしつつ、これは本当に可愛い。大事に使おうと思います。最後にノベルティをいただきました。こちらですね、購入の代金が1000円を超えると、トートバッグいただけるということで、5種類の中から選ばせていただきました。コットントートバッグです。 A4 サイズが入ります。マッチはないんですけれども、しっかりした素材でできてるなと思いました。私はこの柄がお気に入りです。本当に楽しかったです。ニットスタロジーさんのノート付箋、あとはノベルティいただきました。メインはこちらのノートです。スタロジーさんといえば365日書き込めるノートだと思うんですが、
今回紙箔限定なのかな、でセット売りをしているようでした。とってもお得だなと思って選ばせていただきました。私が選んだのは黒のものですね。製本は黒で、フラットに開くものです。でなんかちょっと見にくいかなと思うんですけれども、ケースに入っております。ドット柄ですね、ドット柄で入っております。365日書き込めるということで、薄くて頑丈な紙なんですけれども、やっぱりずっしり重たくて、これが幸せの重みかと思いながら、選ばせていただきました。結構しっかりしています。角が丸いのが特徴的ですね。これとってもありがたいです。そして付箋ですね、こちら半透明な付箋になっています。グリッドも入っていて書き込みやすいですね。様々な筆記用具で書き込めるとありますので、万年筆、ガラスペン、あとよく使うのはボールペンなので、実用的な部分もやってみたいなと思っています。そしてもう一つ付箋いただきました。薄くて丈夫な和紙素材を使用した、ありそうでなかった貼って剥がせるシールとのことです。これですね、和紙を使っているマスキングシールということで気になって、これもセットの中の一つになっていました。いただけるのとてもありがたいですね。書き込みもしやすそうな幅です。一言メモであったり、本当にこんな形で使えます。はっきりした色合いなんですけれども、どこか日本の色を思わせる風合いをしています。和紙っぽさも触った感じあります。ツルツルではなくてちょっとザラッとした感じがありますね。ボールペンでぜひ字を書いてみたいなと思いました。こちらがセットになっていたものです。そしてこれを買うと、もう一冊ついてくるよっていうことで、さっきの365日シリーズの半分のハーフサイズのなっているノートです。こちらも色味が 3,4 種類あります。その中から1種類選べることだったので、私はこちら選びました。このシンプルな感じがいいですよね。中を開けてみると、方眼になってます。見えますかね、横に数字が割り振ってありまして、タイムスケジュールとか自分のそのタイム記録とかをここに書くことができます。そしてページの上の方には、アルファベットと数字で何月何日っていう風にここ印をつけて、まあ、日記の代わりにすることもできますね。これはお仕事でも使えそうですし、プライベート用としても使うことができそうです。とても実用的で素晴らしいノートですよね。そしてノベルティいただきました。インスタグラムのフォローと、該当の投稿をいいね押すと、こちらノベルティが、いただけます。色は2色ありまして、私はこちらの色選びました。角が丸いっていうのがとても可愛くていいですよね。中は横系になってます。つるっとした紙質でして、これはボールペンで書くと良さそうですよね。これも実務的なノートだなと思いました。ありそうでなかったをコンセプトに置いているらしいので、やっぱりそういった点で見てもこちらのノートはどれをとっても良質なステーショナリーかなと思います。購入品紹介の最後、紙箔限定商品のミニノートと購入者にプレゼントされているステッカーです。まずこのステッカーなんですが、とっても可愛いですよね。消しゴムハンコ作家さんが今回紙箔のポップ等々のデザインをされているんですが、そちらのステッカーシールいただきました。可愛い。こちらはですね、記念にノートに貼っておこうと思います。そして今回の本題のノートなんですが、赤と青セットで売っていました。どちらも可愛いですよね。この赤も原色の赤じゃなくて、ちょっと風合いが凝ってるなと思いました。中の方眼、この方眼がいいですよね。何でも使いやすいので助かります。実はこれツバメノートさんとのコラボ商品でして、本当にここでしか手に入らないものになってます。どこを見ても可愛いですよね、このノート。ちなみに青の方も柄は一緒で色違いなんですけれども、
青になるとまたイメージが変わっていいですね。青の方も中は方眼になってます。とても可愛い柄が入っていて、使うのが楽しみですし、使うのもったいないっていう気持ちにもなりますよね。これを見ればいつでも今日の日のことを思い出せるなと思いました。そしてこちらなんですけれども、ノート購入した際にこのコラボ商品ができるにあたっての強い思いであったり、このノートができるまでの経緯が書かれてあります。本当にびっしり書かれているので、ぜひ読める方は熟読してください。私もこれ読めてよかったなと本当に思います。なおさら大事に使います。イベントを通して作家さんの様々な気持ちに触れられました。本当にいい経験ができました。神博楽しかったです。ぜひまた機会があれば行きたいなと思います。チャンネル登録、ツイッター、フォローよろしくお願いします。一緒に推し活できる仲間が増えると嬉しいです。ではまたの機会にお会いしましょう。花くまでした。